超絶秘宝筒香さん痩せすぎてカカシみたいになる。あれ足細いな。審判の方が体格ええやんけ。鈴木貴則かと思った。召し合わなかったんかな。全盛期の筒香ならメジャーで成功できたんやろか。パイレーツ1年目とか通用してたよな。トリプルスリーモードや。留学から帰ってきた筋肉みたいや。痩せた悲しい姿。この筒香はモフモフしたくないわ。筋肉なし男。球審はプロテクターしてるとはいえそれに見劣りする状態はひどい。柳瀬隆史姿。今こそあの棒立ちフォームやるべきやろう。筋肉が落ちちゃった感じで悲しい。長期入院から退院した人みたい。足が細いけど昔から細いだし、なんかそのイメージがなかった。やっぱりメジャー帰りの野手は厳しいな。打てれば痩せてても太っててもええんよ。結果で黙らせればいい。うん、アメリカに帰って鍛え直した方がいいのかも。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。